皆さんおはこんばんにちは、ヒトポンです。あいだよ。前回はハチがたくさんいた場所を突破しましたね。あと普通に強敵が多かったイメージがあるわ。そしてこれはなんだ、記憶力試されてる。さて、正解したけどまだ起きないわね。しかも本数増えてるし。お、起きたじゃん。会話なく戦闘起きるんかい。イカね。イカだな。服にもイカって書いてあるし。そしてこの強敵感なんだ。一番の触手から炎、闇、通常、氷、岩かしら。多属性触手。複数の属性攻撃できる相手は大体強い説。名前はイカバン姉さん、縄張りを守るイカ姉さん。今気づいたけど体力200か、結構相手も強くなってきたね。お、3番の触手が切れた。って思ったら生えてきた。今なんか不正解の音出たし、これもしかして順番通りに触手に対処しないとまずい。攻撃自体は割と楽だね。さて、まずは1番の触手、炎か。これ絶対こっちじゃなかったな。攻撃絶対水鉄砲で先に攻撃した方が良かったわね。水鉄砲できないんですけど。非常に申し訳ないと思っています。おっと、これも順番通りね。いって1本残しで16ダメージか。結構攻撃力も高いんだな。これで1本目消えると思うんだけど。復活もしないね。このイカは順番がかなり大事なんだな。あ、なんか見覚えあるわね今の。闇が消えてくれればセーフ。む、触手の本数を減らしても攻撃が弱まることはないんだな。あっぶね。さて、次は3番か。両刀刹那だね。MP 回復してギリギリ使える強力な技だからいいダメージになるわ。早こんな早く合図来るとは思ってなかったわ。残すは4刀。さっき間違えて炎上グローブ使った時に4番反応なかったし、あれ水だろうね。最初正直な話氷か水かで迷ってた。おお、あっぶね。結構ギリギリだった気がするよ今の。とりあえず回復しておこう。それとも先にコマンド電気砲やっちゃう。氷じゃなくて水で確定ってことは電気の攻撃を当てればいいでしょ。ま、順番はどっちでも大丈夫だろうし回復はしておくよ。よし、あとはガガジェットハンマーで岩の触手を壊して終わりかな。この先がどうなるかだけど。体力が残ってるけどどこかに行くわね。って思ったら道を譲ってくれたみたい。負けを認めてくれたってことかな。いやー、なかなかの強敵だった。お、なんか旗があるな。というわけで別の日です。結構取るのに間が空いちゃったね。そして隙間があると思ったら。これはラッキーマウスのところね。この場所の地図あったっけ。メタル10個。めちゃくちゃ嬉しいね。これさ、ここで終わりだと思ったら右上に道があるって感じだったりしない？通れそうで通れない。残念。さて、上を見ていこうか。わぁ、手配書に落書きされてるわね。好き放題してるな。お、急にメカメカしい場所に。なんか取られてんな。てかあの壁に貼り付けされてるのって最初にギャランに連れ去られてたやつね。超効率型魚汁搾取システム。なんかあれか、牛乳みたいなもんか。
最大限まで効率上げてもこれ長持ちしなさそう。下も下でやばいな。急に見てはいけない恐ろしい場所に来た気分だよ。全身余すことなく美味しいのか。魚料理みたいな感じかしらね。骨とかは出汁になるとかそういう。お、ついにボス戦か。そうだな、この先がボス戦ならやることは一つ。まだ行ってない場所に行くか。というわけでまずは8ゾーンを越えた場所の分かれ道。ああ、小さい頃によくやる落書きだな。普通に顔描いて、体だけムッキムキに描くやつね。そういえば思ったけどさ、この場所の地面ってなんかケーキのスポンジみたいな感じなのかな。確かに言われてみればそう見えるわね。食べれるのかしら。ただ潜った時は土だな。食べれなさそう。セーブポイントがあるわね。この先に何かあるのか。広い場所ではあるけど、特にこれといって何かがあるようには見えないわね。このスイッチは、照明スイッチみたいだね。明るい状態だと特に何もないけど、暗くすると何もないわね。なんだこの空間。暗くなったからといって何かが変わるわけではないのね。結構調べたけど何もありませんでした。何か足りないのかな。それじゃ上見ていこうか。めちゃくちゃ見覚えあるの出てきたな。これコインを使うために戻ろうかと思ったけど、ここでもできるのか。ここで行き止まりみたいだね。ちょうどいいし施術してもらおうか。今度はケチャップが施術を受けるのね。というわけで結構体力増えたね。122か。ちょっと怖いけど腕は確かなんだよな。絶対普通の施術じゃないけどねこれ。というわけでもう一つの分かれ道、ここも見てなかったんだよね。おや、あの時の彫刻じゃん。何か良さげな頭があればいいんだけどね。そしてセーブポイント。この場所にあとあるのはこの長い机ぐらいかしら。これよく金持ちのパーティーとか家に置いてある印象あるけど、実際裕福な人たちってこういう机使ってるのかね。結構邪魔そうだけど。
その場合部屋も広いだろうし、このぐらいの机余裕で入るんじゃない。なげえ、机の面倒なところ出てるな。絶対ここに来ると思ったわ。第2回目のキャラ名鑑のコーナーね。さて、全員確認するんだけど、全部写すと時間めちゃくちゃかかるから、キャラ名鑑のコーナーは飛ばして先に進みましょう。これで全部通ったはず。弾もでかすぎない。ホワイトブロックのダッシュって目的バレてんじゃん。あれ、彼らに言ってたっけ、ギャランとか。何かを準備してるみたいだな。これは気を引き締めていかないと。さて、この付近は何もないかな。お、ここでセーブポイントね。セーブしたらちょっと気になる場所あったから一回戻ろう。この右怪しすぎない。ラッキーマウスのところに行けそうな予感がするんだけど。どうやら通れないみたいだね。このマンホールは。やっぱりギロね、両刀切な遅れた人。使っちゃった。おお、懐かしい場所。なるほどね、大きな月の像がある場所とかに飛べるって感じなのかな。さて、ボス戦前の買い物だ。何を買おうかな。悪魔ボックス、そういやこれ持ってなかったか。これ1個買って終わりにしようか。あ、ガムも持ってなかった。じゃこれも。よし、この2点でいいかな。そしてなんかめちゃくちゃ久しぶりに見たね、雪だるまだっけ。やべえ、なんだっけ。はい、というわけで合言葉はキュユユユだ、ね。
守りもらった。あとチキンももらったね。キンキンに冷えてそう。そしてまた溶けていった。もらった石のお守りは体力が1で残るアイテム。あと買った悪魔ボックスは。体力が80回復するか、80減るか。結構なギャンブルね。これ体力が80切ったら使いたくないな。下手すると即敗北。チキンは体力50回復でした。うわ、これは何かあるぞ。暗いし BGM ないし、何かが待ち構えてそうね。これ戦闘開始時に体力80ぐらい減ってね、大丈夫。
なんだこの演出。別ゲー。うげ、早速攻撃か。これ実は結構間が空いてるから久しぶりなんだよな。この攻撃見覚えあるわね。確かミラーシスターの。これはなんだっけ、影坊やみたいな名前の敵が使ってたよな。これこのステージで戦ってきた敵の攻撃全部来る感じか。うげ、それは避けれん。意外と横からの攻撃余裕あったな。焦りすぎたかも。体力は600、まさにボスって感じだな。さりげなく休憩の効果で MP10 回復。まずは調べよう。名前はもう知ってると思うけど、マホミスコス一家三姉妹の次女で、甘い攻撃とキュートな変身を使うみたい。変身形態は足したよう。どうやら形態によって弱点が変わるみたいだな。服を傷つけるのは NG みたいだけど、やってみましょうか。怒って攻撃が強くなるとかやめてよ。特に何もなかった。ウォーターコスチューム、名前だけだと弱点はコマンド電気効果。色が変わるだけかと思ったけど、がっつり変身したな。懐かしい攻撃、クラゲちゃんだっけか。あんまり避けやすい攻撃ではないんだけどな。これ苦手な部類。さて、なんとか避けれたところでコマンド電気砲で攻撃していきましょう。弱点はどれぐらい効くのかな。弱点はドンピシャ。コマンド電気砲の攻撃力がもともと高くないから、ダメージ自体は普通かな。消費 MP の少なさが特徴だものね。また同じ攻撃かな。あっぶね。今度は左右だったか。体力増やしてるからいいけど、1回で10以上は体力減ってるわね。なんとかダメージを与えて別の形態になってほしいな。水や打撃が弱点ならかなりのダメージを与えれるはず。あとあの攻撃苦手。本音は後半でしょ絶対。うへぇ、勘弁してくれ。結構安全地帯を把握するのに時間かかっちゃうんだよ。ちょっと待て、嘘だろ、まさかの複数攻撃。うわぁ、さっきまでも結構ギリギリだったけど、これは厳しいわね。あぶねぇ、なんとか避けきれた。おや、これは変身の呪文か何か。全然変わりませんでした。なんかさっきもこれ食らってなかった俺。今更言っても遅いかもしれないけど、これもしかして飲み物の色によって速さ違う。赤は速い、青は普通、緑は遅いみたいな。次からそれ意識して避けてみようか。あ、これは形態が変わるか。アイスコスチューム、今度は炎が弱点っぽいな。これもしかして全属性に対して変身の演出用意されてる。すごいわねえ。うげ、アイスの棒、壁みたいな感じか。ってことはこっちが対処する攻撃ね。よし、なんとか対処できたわね。壁はこっちで取り除いておこう。炎上グローブで攻撃します。まずは1本、あと3本もあるのか。同じ攻撃ではないわね。追加でなんか出てきたわ。かき氷みたいなのが出てきたけど、これ青ギャランの攻撃だな。ほっとくとぶん殴ってくるぞ。さて、2本目のアイスを溶かすか。これやっておかないと攻撃を対処しにくくなるしね。今度はなんだ。なんかたくさん出てきすぎでは。いた。鏡はちょっと攻撃が早いのね。うへぇ、普通にじわじわと体力が削られるな。お、当たり付きのアイスだったのか。当たりを引いたからかアイスが全部なくなったわね。
今のうちに少し回復しておきましょう。なんだかんだ回復アイテム使うの初めてじゃね。それだけ強敵ってことね。ギリギリ間に合わず。お、服破れた。これでこの変身形態は終わりかな。なるほど、妖刀刹那で強制的に変身を終わらせれるのか。ファイアコスチューム、これはいいわね。水鉄砲王はもともと火力があるからこれは結構ダメージ期待できそう。防ぐ系か。え、防御めっちゃ上手くなってね。防御してるこっちが驚くほどの防御力。いいダメージね。ほぼ妖刀刹那と変わらないわ。防御って言ったらこれぐらいが普通よね。さっきの防御が並外れてよかったんだな、マジで。げ、なんか嫌な思い出あるぞそれ。これ失敗したら60ダメージぐらい受けるんじゃ。ボス出し60以上あってもおかしくない、回復しておこう。よーし、完璧。これのダメージで守れたのはかなりいいわね。普通に受けてたら絶対痛かったわよ。あ、失敗しちゃった。防御の方で集中力切れちゃったかしら。相手体力も少ないし、一気に勝ちに行こうか。む、ここで新しい変身。ダークコスチューム、もしかして光が弱点かこれ。うわ結構的確に闇が置かれてるの厄介だなこれ。かなり見にくいわね。さて、うまくいくかしら。集中します。ダメでした。ギリギリダメージ足りないっていうね。ま、残り体力は2だし任せて。さて、これで勝利かな。うん？やっべ、もしかしてまだある感じこれ。MP 使い切っちゃった。同じ服着た天使ちゃんはどれだ？やべ、服装よく見てなかったぞ。おっと、何かバリアみたいなのがあるわね。なんかたくさん出てきた。この中で魔法と一緒の服のやつを探せばいいのかしら。なんか違うわね。これもしかしてだけど、上下で同じ服を着てる奴らを撃つ感じなのでは。本当ね、こういうことだったのか。時間経過でダメージ受けてるし早く消したいところ。どうだ？よし、これで勝利っぽいな。第2形態あるのかと思って本気で怖かったよ。
確かにすごく長い戦いをしていた気がする。そして目的のものは手に入りそうかな。よし、これで二つ目ゲット。というわけでケチャップ&マヨネーズ、アーリーアクセス版はここまでみたいですね。いやー、楽しかったわね。この先に進めるようになったらまた新しい攻撃手段とか入手できるのかしら。攻撃も防御も、どんどんできることが増えていくからついつい先に進んでいっちゃうようなゲームだったね。というわけで今回はこの辺で。また別の動画で会いましょう。バイバイ。